皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。キム・テヒョンはここ数ヶ月、韓国軍に勤務しながら一連の優れた業績を記録してきました。彼は印象的な献身、忍耐、リーダーシップを発揮し、仲間の兵士やファンにインスピレーションを与えています。そして、テヒョンは部隊内で最高位で戦闘訓練を無事に完了しました。 これは新入隊兵士にとっては珍しい功績です。それだけでなく、彼は射撃訓練から戦闘まで、様々な身体的及び技術的訓練で優れた能力を発揮しました。彼の業績戦略は部隊司令官から直接称賛され、環境を保護し、災害の被害者に援助を提供する模範的な兵士と称されました。テヒョンは献血キャンペーンの主導者の一人となり、 地元の病院のために何千もの血液バッグを集めることに成功しました。テヒョンの軍隊での成功は、仲間の兵士だけでなく、軍隊として知られる何百万人もの BTS ファンにもインスピレーションを与えました。彼らは、テヒョンを誇りに思うというハッシュタグを使ったソーシャルメディアキャンペーンから、テヒョンの名前でチャリティーのための募金活動まで、様々な方法でサポートと誇りを示し続けています。 世界中のファンは、アイドルの功績を認め、賞で称えています。テヒョンはまた、その貢献と様々な功績により、名誉勲章や国防大臣からの感謝状、受賞式での表彰など、いくつかの軍の賞を受賞しました。国防大臣によると、テヒョンは名声と責任が共存できることを示しました。厳しい軍務にもかかわらず、 テヒョンは兵士としての責任とアイドルとしての責任のバランスを保とうとしています。余カには、音楽の練習をしたり、曲を書いたりする姿がよく見られ彼の芸術的かつ創造的な精神が並外れていることを示しています。ファンでさえ彼の兵役を励ますために、いつもメッセージや贈り物を送ってサポートしています。そのため、ファンはテヒョンの音楽界への復帰を心待ちにしています。 多くの人が彼の軍務経験が彼の音楽の将来に新しい視点とインスピレーションをもたらすことを期待しています。テヒョン本人はファンへの手紙の中で、この経験は私に起立、勇気、献身について多く教えてくれました。戻ってきて、音楽を通して皆さんとこのすべてを分かち合うのが待ちきれませんと述べています。テヒョンの軍隊での功績は、 ファンがますます誇りに思っている功績の長いリストに加わりました。テヒョンは、忍耐、献身、そして高い闘志が人を偉大なことに導くことができることを証明しました。テヒョンは、軍隊での任務を終える前に、部隊内で最高位で戦闘訓練を無事に終え、兵士や指揮官から称賛を受けました。さらに彼は周囲のコミュニティを助け、多くの人々に刺激を与えるなど、 軍隊が主催する様々なボランティア活動にも積極的に参加しました。テヒョンが勤務した軍隊の指揮官との短いインタビューでは、テヒョンはすべての兵士のロールモデルであると述べました。軍隊として知られる BTS ファンの勤勉さと忍耐力も、兵役中のキム・テヒョンを全面的にサポートしました。彼らはアイドルへの誇りと愛を示すために、様々なイベントやキャンペーンを開催しました。 この素晴らしい成果により、テヒョンは軍隊の献身的なメンバーとしてだけでなく、模範的でインスピレーションを与えるアイドルとしても献身を示しました。皆さん、今日のビデオは以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。